ノーアウト満塁です。この1回ですがいきなりピンチになりました。こちらはチャンスの大新監督です。レフトミッチェル背番号39。そして180センチ、105キロと言われますケビン・ミッチェル背番号39番、バッターボックスに入りました。今日の打撃練習を見ておりましてもすごいなというそういった当たりを飛ばしていました。軽く打っても楽にそのスタンドに入ってしまうという。さあそのミッチェルを迎えます。ノーアウト満塁です。まずはスライダー外から攻めていった角谷です。松永センター前、そしてライト線ツーベースは浜田、フォアボールは秋山、ノーアウト満塁。1回の表福岡大栄の攻撃はバッターボックスのミッチェル。これはどうだ、ぐーんと伸びてそのままレフトスタンドホームラン。いきなり出ましたミッチェルの満塁ホームラン。この日本のプロ野球の初打席がいきなりホームランとなったミッチェル満塁ホームランです。王監督思わずにっこり。足早にダイヤモンドを一周しました。4対0です。文句なしのホームランでした。いやーすごいパワーを見せつけられました。初球ボールの2球目、ややスライダー気味なんですが外多少甘いところに行きました。全く見逃さず軽く打ったボールが楽に入ってしまったという凄まじいホームランであります。